クフシノボの紋章、クフシノボは、ロシアのトベリ州中部にある都市。州都、トベリからは西へ133キロメートル。人口は2002年全ロシア国勢調査で11,276人。クフシノボは、バル大丘陵にあり、トベリからトルジョークを経て、オスタシコフに至る、道の途中にある。トベルザ川支流のオスガ川が町を流れる。 また1928年に開通したトルジョーク、ソブラ五間の鉄道も通る。クフシノボの古い消防署1624年の記録にはカメンスコエという村がこの地にあったことが出ている。1829年、カメンスコエ村に WP ・無新風資金伯爵が製紙工場を作り、1870年代初頭に実業家の M クフシノフが工場を買収した。 1910年、この地に鉄道が伸びたが、クフシノフ工場の所有者で、地主でもあるクフシノフ家から、駅は、クフシノボと名付けられた。クフシノボ駅の周辺にできた集落が大きくなり、カメンスコエの村と一つになった。1938年には、カメンスコエ村は、カメンカ市となった。1963年、カメンカ地区は解体し、 トルジョークスキー地区の一部となったが1965年に元に戻された。この際、仮面歌詞は同盟の街がロシアに多数あるという理由からクフシノボ駅にちなみクフシノボ市と改名された。ロシア革命以前の実業家にちなんだ地名がソビエト時代になって採用されるのは異例だが、スイレンを意味するクフシンカからスイレンの街という意味にも解釈できる、この名になった。 市の紋章にも水蓮が描かれている。製紙工場の管理棟、クフシのボには20世紀初頭の建築がいくつかあり、1913年建設の周回堂や1916年に建てられた工場主、J.M. クスチノバの邸宅などが残る。近隣のプリアムチの村には、邸宅、聖堂、庭園などを備えた幕府人家の辞書が残る。 革命家でアナキストのミハイル・バクーニンはこの村で生まれている。クフシコボには製紙工場とダンボール工場があるほか、製材工場なども立地する。ありがとうございます。